六代目、嵐義三郎8月22日から1927年10月4日は、上方歌舞伎の役者。屋号は、岡島屋。縄門は三つ、吉、河右門は三つ柏。本名は、福田彦太郎。拝名に、李官がある。三つ、吉三つ、柏京都祇園、または、大阪堀江の生まれ。二代目、中村若右門の門人となり、 1883年10月、京都市城北座、宵母台で中村弱三郎を名乗って初舞台。京都を中心に人気を集め、1886年には大阪中座に出る。その後二代目、市川佐団寺一座に加わり東京の舞台に出る。次第に実力が認められ、1902年6月、京都南座において六代目、嵐吉三郎を襲名。 襲名披露の工場は、初代、中村元次郎と二代目、中村梅玉という上方歌舞伎の双壁に挟まれた豪華なものだった。大正以降は、大阪に腰を置いて、関西歌舞伎の主力として、活躍、初代元次郎を支えた。立役、親は共によくし、時代物、世話物のほか新作もこなす器用さを持ち合わせていた。当たり役は、2月、 同両弁杉由来の両弁商人、梶原平蔵誉れ石切りの梶原平蔵、平かな清水器の樋口二郎、恋女房、染め分けた綱の十の井など、ありがとうございます。